アドルフ・アダン、またはアドルフ・シャルル・アダンはフランスの作曲家、音楽評論家。パリに生まれる。父親はピアニスト、音楽教師、作曲家。他人の作品を学ぶよりは即興演奏が好きな子供だった。父親からは音楽家になるよう望まれてはいなかった。1821年にパリ音楽院に入学し、オルガン演奏をボイエル・デューに指示。 20歳になるまでに、パリの劇団一座のために歌を書き、ジムナスト座の楽団指揮者や、学長も務めた。1825年にボイエルデューの、白衣の貴婦人の上演を手伝い、そのピアノスコアを作成した。稼いだ金で気軽に、ヨーロッパ各地を旅行し、ジュネーブで、後の協力者となる、台本作家のスクリーブと出会った。アダンは作曲の筆が早く、 1830年までに28作の舞台音楽を完成させている。オペラ座の支配人と口論の末に、アダンは自ら出資し、莫大な借金を重ねて、1847年にパリで三つ目の歌劇場、テアトルナショナル座を開設した。だが、翌年の1848年革命によって、閉鎖に追い込まれ、目もくらむような借金だけが残った。 一時期ジャーナリズムに戻って、旧地から逃れようとした。1849年から没年まで、パリ音楽院作曲家で教弁をとっている。パリに没し、モンマルトル墓地に埋葬された。今日では、バレエ、ジゼルが、とりわけ有名である。その他にもいくつかのバレエ音楽と39曲の、オペラを作曲し、我も潮なりセバがオペラにおける、代表作と呼ばれている。 クリスマスキャロル、クリスマスの賛美歌は、英語の題名をホーリーナイトで、国際的に有名であり、ラジオの音楽番組で最初に放送された楽曲かもしれないと言われている。この曲は日本では、さやかに星は、きらめき、清らに星すむ今宵、または、大ホーリーナイトとして知られる。ありがとうございます。